そういうプレーっていうのをね期待したいですよね。さあ選手がピッチへと登場してきます。画面向かって左ホーム松本、右の相模原です。まあ、今日はそれはなさそうなんですが、ちょっと風が強いというところ、ゲームへの影響もありそうです。2021明治安田生命 J2 リーグ第12節、松本山雅 FC 対シンプルに入れて走らせる。ここで横山が打ち勝てるか。横山前に出て、これは最後のゴール、後藤圭太か。松本が先制、1対0。予想外っていうか、かなりスピードあるっていうので、ちょっと処理のところをね遅れましたよね、はい、そこをしっかり横山がつい残して、マイナスのボール、ここはディフェンス対応します。ただここに下川、もう一度上げていって、鈴木が待っている。押し込めるか。オフサイドはない。小手川落として、フィニッシュは富山。後ろから下川いなして、下川のシュート、表原にぶつかる。ふわっとしたボール、ファーサイド、こぼれに鈴木、坂野押し込んだ。追加点松本、そして坂野は今季初ゴール。ついてましたよね、ここしっかり止めて、足元にワンタッチコントロールで収まったことがゴールにつながりましたね。非常に落ち着、風でボールが大きく伸びていきます。田中パウロ収めて、引きつける、引きつける、シュート。パウロ11が持つと湧きますし、まあ、かなりムードメーカーな感じもありますからね。さあここはチャンスになる、1対1、かわして決めた。和田のゴール、1点を返した相模原。このねゴールキックからでしたけどね、まあ、ロングボールしっかり残した後でしたね。ここちょっとねこぼれ球になって、和田がそこにいい形でねボール入りましたね。平松がこうよく粘ったんですよね。和田も落ち着いて決めましたよね。かわして、ここで長い笛、最後しのいだ松本、3連勝をつかみました。